こんにちは、川野ゆうまです。今回は美味しいカフェラテ研究会、通称オイラテ研究会というところで、カフェラテをどれだけ美味しくできるかっていうところを追求しつつ紹介していくシリーズで、前回はですね、僕が思う理想のカフェラテとはっていうのを紹介して、実際にこのエスプレッソマシンを使って、エチオピアのナチュラルプロセスの豆を使って、本当にフルーティーでショートケーキみたいなラテを作って、その様子を紹介してみました。今回はですね、カフェラテを作るバリスタの技術として、構成要素としてミルクの温度っていうところを紹介していこうと思います。このミルクの温度めっちゃ大事なんですよ。本当に1度2度変わるだけで印象変わりますし、バリスタがこう人が立ってね、こう作るっていう一つの感覚的な技術の一つなので、温度によってどう味が違うかっていうのを2つラテを作って紹介していこうと思います。エスプレッソを落として、同じエスプレッソを使ってですね、一つが結構温度高めにしたラテ、多分60度台後半とかのイメージの牛乳を使って作るラテ、もう一個は僕が思うベストな温度のラテを作って、両方とも温度計を使ってミルクの温度を測って、何度だとこうですねみたいな味わいの違いを実際に紹介していこうかなと思います。詳しくはですね、ちょっとこう作る様子も含めて見ていただけたらと思いますので、じゃあ実際に作る様子をアップにして紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずは、エスプレッソマシンで、エスプレッソを落としていきます。18g の粉を使うので、スケールで重さを0にして 18.0 測っていきます。はい、これで 18.0 置きます。そしたらこれを平らにしてタンピングしてエスプレッソを落とします。はい、落ちてるエスプレッソはこんな感じです。で、これをですね、止め際グラム数見ながら 42g のところで止まるように止めていきます。はい、この辺かな。だいたい42になりました。バッチリですね。はい、これが落ちたエスプレッソですね。この半分を使うので、シングルショットというところで、これをカップ半々に分けていきます。はい、これで半々になりました。じゃあこれでですね、片方は温度が高いもの、片方は僕がベストだと思うミルクで注いでいって、同時に飲み比べていきたいと思います。で、牛乳を注いでいきます。熱々といってもね、どこまで熱くできるかっていうのは限度があるんですが、ちょっといつもより熱めで1個先に作っていきましょう。じゃあまずは熱い方。普段ならこの辺で止めますが、まだ行って、結構熱くしたなこれ。はい、温度測りましょうか。66度。じゃあ片方が66度のミルクで注いでいきます。はい、できました。そしてもう一つ、じゃあもう一個ベストな温度を作ります。ちょっと手で持って熱くなりそうかなぐらいの温度で止めると、僕はいつもちょうどいい温度なんですが、これで58度です。で、こっちは58度のミルクで注いでいきます。同じミルクの量ですね。そしたら2つのラテができましたので、飲み比べていきたいと思います。まず熱い方から。65度ぐらいでしたね、確か。ちょっと熱いで、こうなんていうんですかね、ちょっと怖いのは、こう泡があって、注ぎたて飲めば混ざってる状態なんですけども、ちょっとこう泡に唇が触れる段階では温度わかんないじゃないですか。で、傾けていくと液体が入ってくる。この液体が思った以上に熱いんですよ。ちょっと身構えないといけないかなっていうぐらいの感じが、ちょっと飲んでて怖い感じはしますね。で、やっぱり味は薄く感じます。特に甘さが感じづらいですね。じゃあこのベストな方の58度の方飲んでいきます。うん、うまいわ、これだな。めっちゃうまい。
全然違いますね。まあ、やっぱりそのまず温度の気体で言うとこの58度ぐらいだった方がやっぱりこのあこの温度で待ってましたっていうか、これがラテの温度だっていう感じの印象ですね。でこれがぬるすぎもしないなんで、まあ、58度だったんで、まあこうギリギリを攻めていく、こうぬるさのギリギリ攻めるんだと55度ぐらいいけると思うんですよ。ただまあラテを飲むシーズンっていうのは基本的に寒いので、飲み始めあったかいなーっていうぐらいの温度がいいかなっていうところのバランスが、まあ、57とか58とかそのぐらいかなっていうところで、飲み始めちゃんとホットのラテのあったかい温度を感じるけど熱くない、熱っていう感じにはならない温度になっています。で味わいとして大きく違うのが甘さの感じ方です。こっちの熱い方の65度の方はうん、やっぱちょっとこう薄くて、特に甘さがなんか水っぽく感じて、特に余韻にも甘さは残らず、なんかシャバシャバ感じます。でこっちの適温の方は、うん、優しい、まあ、ミルクチョコみたいな、この豆が持ってるチョコレート感、そしてミルクの優しい甘さ、これがじわーっと感じて伸びていって、ちゃんと味が感じるっていうのがこっちの方です。で温度が高くてシャバシャバ感じる、まあ、水っぽく感じる、甘さが感じにくくなっていると、じゃどんな味が感じるかっていうと、なんかねちょっとネガティブな味も感じられます。ちょっと粉っぽいというか、トゲトゲしたというか、イガイガした感じが、なんか甘さが感じない分他のところが悪目立ちしちゃって、なんかこの熱い温度のラテは同じ味の同じエスプレッソにもかかわらず、ちょっとこうにほろ苦くというか粉っぽくというか薄苦で感じられますね。喉にちょっと嫌なイガイガ感が残る感じ。こっちは同じエスプレッソなんですけど、うん、優しくて、いや中盤から柔らかい甘さがじわーってきて、飲み終わりも本当にチョコレート食べた後みたいな甘さがずーっと下に乗っかって残っていく。たったね7度ぐらい違うだけなんですけども、ちょっと熱いとこんな風にコーヒーの味もミルクの甘さも分かんなくなっちゃうんで、まあドリンクとしてどうですかね、見てくれてる方では熱い方がいいかなとか、熱い温度の方が長く店内で楽しめるからいいじゃんっていう風に思ってる方もいるかもしれないんですけど、まあまあその場合はその考え方もありんですけど、やっぱり僕が思う究極にうまいラテっていうのは、注ぎたてでミルクの泡と液体が完全にとろーっと混ざってる状態のをそのままトゥルンって飲むのが最高にうまくて、まさにこれなんですけど、その感じだとやっぱり出来たてでベストな温度っていうのが理想なんですよ。でラテはどっちかっていうと長く楽しむっていうよりかは、もう出来たてですぐ飲んじゃうドリンクかなと僕は思っています。立ち位置としてはエスプレッソがすぐ飲むで、ラテがその次にすぐ飲む、本当に 1,2 分で飲んじゃうぐらいかなっていうふうに思います。ラテはでドリップがどっちかっていうと最初は熱々でぬるくなってくるまでを楽しむ、まあ20分ぐらい30分ぐらいかけて楽しめるっていうのがドリップなんで、僕のイメージではラテ頼むからにはまあすぐ去って飲んで2杯目ドリップでじわるとか、そんなところの楽しみがいいんじゃないかなと思ったりしてますし、味わいの感度としてもやっぱ出来たてのこのトロットロのラテが甘いし最高にうまいと思います。だからこそこう温度を高くして長く楽しもうってよりかは、まあいかにこうベストなところを出すかっていうところが、まあ、今回の温度のところかなと思います。まあ、その辺がね、今回僕はねミルクピッチャーを持ってスチームしていたんですけど、右手でこう添えながら温度を確かめながらスチームをしてたんですね。ちょっと僕スチームするときは小指でここに当てながら、こことの距離感、こうなんか完全フリーでミルクピッチャーを持ってるとこうプルプルしちゃってブレちゃうんで、小指をここに添えてこう乗っけて、こことの安定感を測りながら、右手を、左手はねこのハンドルを持ってるんですけど、右手はここの本体のところをちゃんと掴んで、熱くなる手前ぐらいのイメージで止めてます。っていうのはこのまま持ち続けていると、まあ5秒ぐらい持ったら熱ってなるかなぐらいの温度が、温度で止めるとだいたい58度ぐらいだったりするので、まあ使ってるミルクピッチャーの材質によっては温度の感じるスピードが変わったりとか、まあすると思いますが、基本的に、まあ、そこはバリスタの慣れで、どんな時でもいつも同じ温度に揃えられるように、注意して温度を見ながらスチームをすることは、美味しさっていうところで味が全然違って感じられるので超大事だと思います。まあそんなところがバリスタの技術の一つ。まあ僕がね思うのは、まあ、ドリップは言ってしまえば、いいグラインダーさえあれば、まあ、家庭用のグラインダーも全然美味しくなるんで、まあ、ちゃんとレシピを守ればだいたい店に近い味は家で作れるはずなんですよ。なんですけど、まあエスプレッソとか特にラテに限ってはめっちゃバリスタの技術がいるドリンクで、本当に店で飲むありがたみがあるドリンクだと僕は勝手に思ってるんですよ。だから僕初めてのお店行った時にはドリップも頼むんですけど、ラテも頼むようにしていて、それはまあ純粋にラテが好きだからっていうのもあるんですが、このエスプレッソを落とす、まあエスプレッソのどんな豆を使うかで、エスプレッソの抽出の
まあ秒数とか引き目とか濃さの、まあバリスタの調整、めっちゃ技術出ますし、そこにさらにミルクの、まあ量配分と温度と泡立て具合、そして注ぎっていうところで、かなりこの、まあ一番バリスタの技術が現れているドリンクと言っても過言じゃないかなと思うのが、それがラテだと思うので、まあそのラテの価値というか魅力が伝わったら嬉しいなと思ったりしています。この温度ね、めっちゃ大事なんですが、カップウォーマーといって、このエスプレッソマシンの上って、温める、ここ熱くなってるんですよ。で、カップが、まあ、ここに置いとけば温められてる状態になっているので、このカップの温度によってももしかしたら変わると思います。例えば、洗いたてでちょっと冷たい状態、ちょっとそれは避けたいんですけど、そうなったら、やっぱり温度は下がっていきますし、紙コップで持ち帰り用にすると、やっぱり感じる温度っていうのはちょっと冷めやすくなると思うんで、その場合、例えば持ち帰り用だけちょっと一度、ほんの気持ち一度ぐらい温度を上げて出すとかも、バリスタによってはあると思いますし、例えば、ちょっと運んで4つ紙袋に入れて、3分ぐらい歩いたところで飲むっていう場合は、3分後ちょうどいい温度っていうところも計算しながら、ほんの少し高めとかっていうのもあると思うんですが、基本的には、まあ最初の一口目、一番感動が感じられるっていうタイミングで、温度を調整できるのが一番いいのかなと思ったりしてます。そんなところで、まあ今回は、美味しいカフェラテ研究会、オイラテ研究会というところで第2弾、ミルクの温度によっての味の違いっていうのを紹介してみました。他にもまあ今後ですね、このオイラテ研究会、次はスチームによっての泡立て具合、ミルクの泡立ち具合で味がどう変わるかっていうのを紹介していこうかなと思っておりますし、まあ他にもいろんなコーヒーの技術入れ方について紹介していこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録していただいて、他の動画も見ていただけたら嬉しいなと思います。動画のリクエスト、そして感想も、コメント欄までお待ちしております。そんなところで、まあ、ラテっていうのをね、バリスタがこんな風にして美味しく作っておりますので、ぜひお店、コーヒースタンド行った時にはドリップとラテ一杯ずつ頼むとかっていう感じで、存分に、コーヒーショップの技術、そして豆の味、美味しさっていうのを楽しんでいただけたらいいかなと思っております。一緒に、まあ、ブラックでもラテでもコーヒーを楽しんでいきましょう。